私の方から役員連絡会概要について、ご報告いたします。で、冒頭中原八一新潟新市長が当選御礼にお見えになりまして、保守分裂の中厳しい戦いだったが、党本部の支持をいただいてから大きな励みがついた、党役員並びに衆参議院の方々に応援に入っていただき、心より感謝申し上げる。今後新潟市のさらなる発展のために全力を尽くしたい。引き続き党本部のご指導よろしくお願いしますとのご挨拶がございました。幹事長のご挨拶は後ほど幹事長からお話をいただきます。次に石井人事局長から人事案件、ネットメディア局、新聞出版局等のご報告がございました。次に森山国対委員長から本日14時から本会議を開き、代表質問の2日目を行う。明日の参議院本会議3回後、直ちに予算委員会を開催するようメンバーで協議をしているとのお話がございました。次に岸田政調会長からは、入管法は先週5日間連続で法務部会での議論を行い、昨日の厚労部会での決議を経て、昨夜8時過ぎに法務部会で了承された。本日精神で議論し、了承されれば総務会に諮る予定だというご発言がございました。また加藤総務会長からは、本日参議院本会議後に総務会を開催するとのご発言がございました。以上でございます。それでは幹事長、よろしくお願いいたします。新潟市長選挙の勝利ということは、党が全力で、候補者を支援した結果でありまして、各方面のご協力に対して感謝を申し上げたいと思います。また党大会に運営委員会、実行委員会、あるいは運動方針を基礎委員会の人事を決定し、本日の総務会に諮る予定となっております。私の方からは以上でありますが、何かご質問がありますか。はい。自由審議会議です。はい。昨日党の本部会の方でですね、夜8時過ぎまでかかって、入国管理法、外国人の命令に関する入管法が了承されました。都内では、懸念等もあったりしますがですね、この法案、都内で了承になったことについて何とも言ってもらいましょうか。まあ、あれだけ長い時間をかけて、激論を交わした上でのまとめでありますから、これは、その通りだと思います。そういうことにしていきたいと思います。はい。臨時国会のこれ重要法案となると思いますが、今回成立を期していくという方針に変わりはありません。変わりはありません。他にありますか。どうぞ。新潟日報の鈴木と申しますけれども、はい、今日中原さんがご挨拶に伺ってこられたと思うんですけれども、自民党としてですね、これから中原新市長に対してどういうふうな支援を行っていきたいなというふうに思っていらっしゃいますでしょうか。まあ、新潟って大きいところですから、市長を助けてですね、支援して、全力で支えたい。よろしいですか。はい、じゃあ以上で幹事長の会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。